ご覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード7の実況プレイをやっていきましょう。本日もよろしくお願いいたします。ベイカー邸の地下だね。加工場にやってきた。そろそろベイカー戦は近いで、セーブができていないんだよね今。とりあえず壁ぶち破って敵出てくるのってここだっけ。なんかどっかあってるな、壁ぶち破って出てくるところ。あ、怖えな、これ。爆弾木箱多分紛れてるはずなんだよね、難易度マッドハウスだったら序盤から。ここじゃ死ねないんだよな。普通の木箱だったわ。ハートマト弾回収、アイテムはないね。敵の配置も変わってるから気をつけて進まないといけないな。おや、もうアイテム取れねえな。一回整理しに行きたいところだけど、どう？いちいち整理してるとね。アイテムボックスに戻るまでの過程がね、敵一箇所スルーしちゃってるから、そこ突破できるかどうかがそもそも怪しい。アイテムしっかりと、なんかあるわ。しゃ、アンティーコイン、アンティーコイン、これで何個目だ。で、あの保安官か。おまわりさん焼かれてるわ。これ以上持てない。どうする、アイテム整理しに行くか。多分レリーフこの先あるから、それを取ろうとしたらベイカー戦なんだけど、とりあえず今はまだ取らずに周囲を固める。まずアイテムからしっかりと集めてね。いや、この辺にセーブポイントあってもよかったんじゃねえのなあ。あってもよかったと思うんだけどな。一回セーブしに戻ろうか。ただモールデッド途中2体いるんだよね。だから余計なダメージ受けちゃうとマイナス収支になる可能性があるんだよね。ただここは一回手動セーブ取りたいところ。ボス戦前だからね、ここは使い時なんだわ。だからうまくモールデッドのいるところ突破してみるわ。ここね。あ、ここじゃねえわ、もう一個先だ。配置次第では突破できると思う。左にいるか。いけそうだ。よし、なんとか突破できた。セーブさえしてしまえばね、戻るときはダメージ受けたらやり直せばいいだけだから。うー、緊張した。結構長い時間セーブできなかったな。薬液を今置いといて、カセットテープ、よし。新しいところにセーブするか。セーブファイルはそこまで重くないからね。よし、物量これでいいか。ガンパウダー必要かな。ガンパウダー置いといてもいいわ。競争弾と通常弾、あとそれと回復薬、これだけあれば
まあボス戦なんでね、アイテムはなるべく絞って。だってショットガン取りに行こうと思えば取りに行けるけど、多分な、かなり大回りしないといけないでしょ。鍵まだ持ってねえからな。は？どこよ。敵が来てる。扉は一応閉めとく。よし、ベーガー戦移っていこうか。ある程度ダメージを与えたら丸どこ伝えるはず。よし入ってこう。セーブしてるから、まあ、気楽とまではいかないんだけど。どうする、物量どこまで強要しよっか。ゲッティング。あっ、さあ決着をつけよう。ゲージファイトで。もう逃げられないんだ。あ、痛い痛い。いや、早速アドバンテージもらったぞ。ほらよ、うそやろ、やべって。いってこれだってさ、セーブポイントからでしょ。きついわ。よし、やっていこう。難しすぎて口数少なくなるわ、本当に。きついって。手榴弾とかあればいいのに。お前はもう逃げられないんだ。とりあえず、食らいたくねえんだ。やべ！って動き早すぎ、こいつ。してきやがったこいつ。はあ、当たらない。これ左右移動もさ、ダッシュできればいいのに。左右移動の時ダッシュできねえから、だからきついのよこれ。さあ次な。どうだ、行かず。そうだ、こうや、それでいいんだ。ませねえと。ひるませられない。チャプンしといて。いや使いすぎこれ。いって切られるか。ガード有効活用しないとな。サンドバッグうまく使わないと。ほらよ。物量最大とはいえ、クソ、ひるんでねえし。
やばい。お前よくやってくれた。ああ、ダメか。きっつう。全然喋ってなかったわ。もう許さんぞ。実況者失格のラグインなんだけど。けど喋れねえんだよなこいつ。何回かやり直してるね。ひるませて。しっかりガード決めて。敵の攻撃避けることはあんまり考えたらダメだわ。開けたらチェーンソー壊れちゃうし、追ってければよかったんだけど。もう二度と起き上がるな。すげえなこれ。木箱一つだけか。他にアイテムないのか。じゃあ行くか。え、ちょっと待って、レリーフは取ったっけ。レリーフ取っていかねえと。ジャックの死体にあんのかな。死体どこだ。あれ、あ、もう手に入れてんのか。取った瞬間に蹴落とされたってことね。奪われてはないんだ。いや出たけどさ、ジャック倒して出たのはいいけど、レリーフまだ2つ目だよね。これで一旦ホールに戻ればいいのかな。けどさ、鍵持ってないんだわ。そもそもどうやって戻ればいいのこれ。どっかに鍵あんのか。あったっけ。難易度ノーマルまでとさ全然
物の配置がちげえからどこに何があるのか全然わからん。ここにあんのかな。あ、これ取ってなかったわ。おっさんの死体ってさ、こんな釣られたかったっけ。あれ鍵ないよな。だけど蛇の扉鍵ないと開けられねえじゃん。とりあえずこれでジャック倒したから本館の中はわりかし自由に探索できるはず。こっちから戻るしかないか。じゃあかなり遠回りしながら。鍵ねえもんな。だっておりこぼしてるかな。それともどっかで。おっと、ちょっと待ってくれ。ぐるっと回って。ちょっとこっちへ行く。なんか歌みたいなのが聞こえる。あ、ここにばあさんいるってことはやっぱり戻ってこないといけないんだった。いけないんだよな。日本語がおかしい。うーん、今はちょっと回復使えねえから。あ、あれなんだっけ、カセットテープ、あと1個しかねえから使えねえから、セーブはせずに回復ご利用していこう。ちょっと待って、タイム。よし、それじゃあやっていこうか。ばあさんの横スルーして、ここ鍵だよな、サソリだよな。あ、そっか、アンティークコイン入れて取るんだ、サソリの鍵。もうすでに持ってる場合はここを行き来できるってことか。ここボールデッドいるよな。つうことは俺はこっち側から戻るしかないってことだよね。いねえわ、いなくなってる。一番最初に出てきたやつ。こっち側から戻るしかないね。遠回りなんかあるし。マジ？こんなところにも。装填しとこう。そうすればアイテム欄一つ開くでしょ。アイテムあるんだな、意外といろんなところに。いや、モールデッド徘徊してるんじゃねえかこれ。どうよ。大丈夫か。一応物音に注意しながら。あ？行かねえと。あ、ちょっとまたタイム。はい、すまんすまん。そしたらアイテムボックスからアンティークコイン出して、で、あれ、レリーフも突っ込んどくか、手に入れてる分。お宝と写真のある場所ってさ、あされるっけ。暖炉どっかにあったっけ。あ、で、ショットガンの模型でしょ、これいるわ。ショットガンの模型と、コイン7個か。防御の極意欲しいけど、鍵には変えられない。これ持っていく。ショットガン交換したいし、
多分ホールにボールデッド出現するようになってるんだよね。大丈夫か。サソリの鍵。あ、これ3個か。7個かと思ってたわ。7個こっちだわ。7個と8個ね。よし、無事ゲット。ならもっと早くゲットしとけばよかったじゃん。だよな。普通に息できたのに。ショットガンゲット。で、壊れたショットガンを入れて。あ、弾ねえのか。まあ、アイテムボックスやるから。で、ここにボケを。オートセーブ入らねえか、ボケ使ったら。ボケ使ってもオートセーブ入らないね。入るようだったら1個使うごとに。普通のセーブ代わりとして使おうかと思ったけど。あれ？となると、あ、どこ行けばいいのかと思ったけど、サソリの鍵を使えるところを巡って次行かないといけないのか。ショットガンをリロードしておいて、よし。そしたら一回切ろうかな。一回切るわ。で、次回はおそらくサソリの鍵を使えるところを巡っての攻防になると思うんだが、多分2階だよな。2階のどっか、子供部屋かどっかで使えたような気がするんだよね。2階向かっていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。